皆さんこんにちは。10月14日金曜日、今日のスペインニュースです。マドリッドの SLJ 日清文化協会メンバーズハウスよりお伝えしています。現在こちらの時間で朝10時15分。お天気はこんな感じです。外の気温は17度、湿度 22%、 部屋の中の気温が24度、湿度 43% と快適です。はい、それではいつものように、こちらにあるテレビの画面を見ながらお話しさせていただきます。今日のニュース、タイトルはスペイン人口増加と高齢化。本文を読みます。国家統計局による昨日の発表によると、今後15年間でスペインの人口は420万人以上(8.9%)の増加となり、5100万人以上に、そして50年後には5290万人に達することが予測されている。出生数と死亡数とのバランスを見ると、人口は減少傾向にあるが、移民による人口増加がその減少傾向を上回るため、スペインの人口は増加を続けるとのこと。これら移民の増加により、スペインの全人口に占めるスペイン人の割合は現状の 84.5% から50年後には 63.5% 程度まで減少すると予想されている。またスペイン人女性の出産率は減少傾向にあるが、移民女性の出産により出産率は全体としては増加傾向となり、女性1人当たりの子どもの数は現状の 1.19 人から14年後の2036年には 1.27 人に増加すると推測されている。スペインにおける高齢化については、2050年頃に山場を迎えるとされており、現在全体の 60.7% を占めている20から64歳の人口は2052年には 53.1% まで減るが、その後は増加傾向に転じ、2072年頃には 54.7% まで戻る予想となっている。また65歳以上の人口については、現状の 20.1% からその山場を迎える2050年頃には 30.4% を占めるに至るが、その後は減少に転じると予測されている、とこういうニュースです。今までね、この手のニュースを見てますと、年齢に関しては高齢化高齢化高齢化と大体そういうニュースなんですが、今回珍しくね、その高齢化はいついつ頃山場を迎えて、その後は逆にまたその年齢が若い方へとこう戻っていくっていう、なんか初めてそういったニュースを見たような気がしたんですけどね。見ていますと、2050年頃に山場を迎えると、計算しやすいように20年としますと約30年後でしょ。30年後に山場を迎えて、その後はだんだんと若返っていくと。30年後って考えてしまいますよね、自分の年齢。まあ大体私のような年齢層が、いなくなっていく頃、その頃にスペインの社会は少しずつ若返っていくと、そんな感じでしょうか。あと日本も少子性が進んでいる国の一つだと思います。スペインもそうなんですが、日本とスペインの大きな違いが、やっぱりスペインの場合はかなりの数の移民を受け入れてますから、その移民のおかげで人口が保てている。で、保てているんではなくって、今のニュースを見てますと、どんどん増えていくと。現状維持ではなくって、移民のおかげで増えていく。移民を受け入れてなければ、スペインの人口はもうどんどん減少していくという、そういう傾向になっているんですが、それを補う以上の数の移民がやってきていることから、スペインの人口は増え続けると。そういう状況になりますね。
日本の場合もこのまま少子化が進んでいくんであれば移民による人口補充を考えないとどうでしょうね。やっぱりだん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 その日本の人口は減る一方となってしまいますよね。そのあたり大きな政策の転換を考えないとそのうち日本の人口が、まあ、今は多すぎると、見てる方も多いかもしれませんが、まあ、いずれはねいなくなってしまいますよね。はい、これが今日のメインのニュースとなりましたが、他にどんなニュースが目についたかと言いますと、さっきいくつかネットの新聞を見ていましたが、なんか特にね今日はね大きなニュースは目には止まりませんでした。特にお伝えしても、まあ、これはこちらに住んでる日本人の方にとっても、また日本に住んでらっしゃるスペインに興味のある方々にとっても興味がありそうなニュースかなって特に見つかりませんでしたね。まあ、こちらに住んでる日本人にとっては、また政府が電気代とかガス代とかそういったものに関してさらに各家庭の負担を少なくするための予算を投じるというそういったニュースがありましたけども、まあ、それに対して野党はね、また来年の選挙に向けて宣伝活動をやってる、人気取りの宣伝活動をやってるというそういう批判を、まあ、見せてるというそんなニュースがありましたが、まあ、特にね今日は目を引くニュースはありませんでしたが、まあそうですね、特に今日お伝えする必要があるわけでもないんですが、そろそろ我々特に住んでる人間が気をつけていないといけないのは、間もなく夏時間が終わって冬時間に変わるということでしょうか。これを忘れてるとね、結構トラブルの元となりますので、またその日本にお住まいの方々も、スペインに住んでる方々の中にそのお友達がいらっしゃるとかね、そういった方々と連絡を取り合う、そういった必要性がある方にとっても、夏時間から冬時間への変更で1時間ずれるということを、これは把握しておかれていいと思いますが、いつ変わるか、今月の最終日曜日、10月30日ですね、10月30日、つまり29日の夜中になって、で0時となって30日へと日付が変わりますね。日付が変わった後、午前3時になった時点で1時間逆戻りして2時になります。ね、もう一回言いますよ。これスペイン時間での話してますからね。スペイン時間で今月の29日の夜中となって0時になって30日に変わりました。日付が。そして時計がさらに進んで3時になったところで、午前3時ね、まあ、夜中ね、3時になったところで時計が1時間、まあ時計がって言いますか、時間が1時間戻って2時になるわけです。ということで、こちらに住んでいる方々は、その夜中3時に起きている方は少ないでしょうから、29日の夜寝るときに、もうすでに時計を1時間戻しておいて、お休みになると、翌日の朝起きるときには、ちゃんと正しい時間を時計で確認することができると、そんな感じです。ということで、忘れないようにしましょう。はい、今日のニュースはここまでとしまして、この後続いて余談の時間に入りたいと思います。余談の時間です。先ほどお話ししました夏時間から冬時間への変更ですけどね、まあ、私古い人間ですから、何でもかんでもこの変更に合わせて時をずらさないといけないと思い込んでるんですが、今時のスマートフォンとか、そのネットにつながってるやつはですね、特にいじくらなくっても勝手にちゃんとその時が来たら自動的に変えてくれるっていうのが増えてきてますから、まあ、そういう新しい機械をお使いの方々は変にいじくらない方がいいかもしれませんけどね。私が使っている今これちょっと持ってませんけど、いつも持ってるんですけどね、古い古い、未だにスマホを一度も持ったことがない私が使っている古い携帯電話なんかはもうちゃんと自分で変えないと、自動的にそういうのが変わるっていうね機能はついてません。ということで、まあ、例えば壁にねかけてあるその壁時計とかね、そういったものは、ね、手動で変えないといけないでしょうけども、スマホなんかは下手にいじくらないようにしてください。はい、でそれでね、掲示板をご覧いただいている方はね、もうご存知ですが、昨日の夜このメンバーズハウスがある建物全体のオーナーズ会議というでしょうかね、ここに住んでる方々というよりも、まあ、住んでる方っていうのは持ち主も住んでれば、持ち主は住んでいないで誰かにこう賃貸として貸してるっていう人もいますからね、住んでる人っていうとちょっと語弊があるんですが、まあ、この建物の中にあるその一軒一軒のその持ち主たちが集まって行われる、まあ、会議がありました。
以前はね、この近所にある教会の中の一室を借りてとかね、あるいはこの近所にあるバルの、 その食堂みたいなところね、それを借りてとかね、そういった場所を借りてそういった会議を行っていたんですが、それはここの建物だけじゃなくって、もう周りにたくさんあるその住居用のこのマンションね、どこ行っても同じようにそういったオーナーズ会議っていうのは多くの場合はその近所のそういう場所を借りて行っていたんですが、最近ね、ここ何回か続けてね、このメンバーズハウスの下のね、建物のその玄関口、そこにあるスペースって言いますかね、そこを使ってやってるんですね。で、それはそのどっかの会場を借りるってことは借り賃っていうんでしょうかね、まあお金がかかると、費用がかかると、それを節約する意味で借りるのをやめてこの建物の下の玄関口でやってるんだろうと私は勝手に思っていたんですが、昨日聞くと実はそうじゃないと、今そうするしかなくなったんだ。どうしてだっていうと、これもね、新型コロナの影響らしいですね。で、新型コロナのその危機が始まって以来、例えば教会なんかも人々の密集を避けるために教会の中にある例えば一つのこの小部屋をね、貸してそこでオーナーズ会議をやってもらうという、そういう、まあ、サービスといいますかね、そういう利用の仕方っていうのをやめたそうです。で、バルなんかでもそういうのをやめるところが一般的、ほとんどのバルがやめてしまって、今どこのマンションのオーナーズ会議もやるところがなくなって、まあ、自分たちの建物の中の共同スペースの一部を使ってやるところが増えていると、そんなお話がありましたね。で、昨日の会議は何か問題が生じた時に招集されるその臨時会議ではなくって、年に1回定期的に行われている定例会といいますかね、そういう会議だったんですけども、まあ、大体20人ぐらい集まりましたかね、昨日20人ぐらい。で、こうメンバーズハウスを何度もお越しいただいている方は、ね、よく覚えてらっしゃると思いますが、この建物の下、道路から扉開けて入ったところのスペース、あの郵便受けなんか並んでるところね、エレベーターに乗るまでのあのスペース、あの、まあ、決して広いとは言えませんよね。たくさんの人が集まって会議を行うだけのスペースがあるかって、そうじゃない。あそこに昨日20人ぐらい集まって、まあ、結構密集状態ですよ、密集状態で、その20人集まってスペイン人の会議ですから、あのご想像通りものすごい音量で、人の言うことをあんまり聞かずに、もう自分の言うことだけを相手に押し付ける感じで、うわーっと日本人の10倍ぐらいのボリュームで喋り続けますけども、その中でマスクをしていたのは私ともう一人おじいちゃん一人だけ、あとは全員マスクなしで、もう唾の飛ばし合戦ですかね。その中で昨日私も身を置いてきましたから、さあ今自分の体が健康なのか何かに感染したかさっぱり分かんないっていうね、そういう状態で、スペインでね、そういう会議を行うときに面白い習慣がありまして、日本だとどこどこで何月何日何時に今こういう会議を行いますっていうね、そういう通知が来て、で、例えばそうですね、12時、お昼の12時になって、まあ日本だとお昼時間だからありえませんか、例えば夕方3時、夕方って言いますかね、3時って日本は、3時から会議を行いますと、そういう案内が来ると、多分日本人は3時開始のちょっと前に行って3時から開始となるんじゃないかと思いますが、スペインの場合はそういうですね、友達同士のね集まりじゃなくて、オーナーズ会議のようにある程度その合法的に行わないといけないね、ちゃんといろんなルールを守って行わないといけないという、そういう会議を招集する場合は集合時間が2つ明記されるんです。必ず2つ明記しないといけないんです。で、第1回集合時間、第2回集合時間、これ書かないといけないことが決まってるんです、法律でね。で、昨日の夜の場合、第1回集合時間が夕刻の、日本でいうとこの完全に夜ですから、7時、7時ね。そして第2回集合時間が7時半。で、そう書いてあったら、日本人だったら、まあ、もしかしたら第1回集合時間7時よりもさらに前に行くかもわかんないですね、集合時間にちょっと遅れちゃいけないと思ってね。で、実際7時に行くでしょ、例えば7時に行きました、するとまあ普通誰も来てないわけですよ。まあここの会議の場合は住民って言いますか、オーナーだけじゃなくって、あのオーナーだけでやるとなかなか話がまとまらないんで、そういう会議をちゃんとまとめてくれる司会役をやってくれる、しかも法律に詳しい
そういう職業があるんですよ。お金を払ってね、雇って来てもらって、その人にまとめてもらうと。意見が食い違ったり、いると揉めることがあったら、いや、そう、法的にはこうだよと、こういうふうに持っていかなきゃ違法になりますよとか、そういうアドバイスができる人をね、雇うんですが、そういう人はまあ第一集合時間7時って言ったら7時に来てますけども、参加者たちが7時に来るかって普通来ないです。で、7時半の2回目の集合時間7時半、これに合わせてみんなやってくる。そうすると7時に誰も来ないんだったら、なんで7時集合時間ってするんだと、最初から7時半集合、7時半開始にしとけばいいじゃないかっていうと、誰もがそう思うんだけども、スペインの法律ではそれは禁止されていて、必ず第一集合時間と第二集合時間を書かないといけない、まあ、そう決まってるって不思議な決まりがあるんですね、この国はね。まあ考えてみれば、日本民族のように7時集合、7時から会議です、7時開始って言えば、多分7時集合という集合時間を書く必要がない民族です、多分日本はね。7時開始と書いておけば開始前にやってくる民族、スペインの場合は7時開始って書いたら、もう絶対に開始時間にみんな集まりませんから、まあ考え方としては多分2種類書いておかないと2回目の時間に始めることはできない、そこから始まった習慣だと思うんですけども、でも結局それに慣れてしまったら、人々は結局は1回目の集合時間は全員が無視して、2回目の集合時間だけを見るわけですよ。そしてその時間守らない人が多いから、2回目の集合時間に遅れてやってくるわけです。だから何の意味もない。昨日も20人ぐらい集まりましたけども、その2回目の集合時間7時半にいた人は、まあそうですね、14人ぐらいで、であとの6人は、2回目の集合時間が終わって会議が開始されてから、1人は5分後ぐらいに来ましたし、1人は30分後ぐらいに来ましたし、1人は1時間後ぐらいに来ましたし、って感じでもうバラバラでね、一番遅かった人は、終わる1分前ぐらいに来ましたね。終わる1分前ってどれくらい遅れてきたか想像つかないと思いますけども、昨日の会議はね、7時半から始まって終わったのが9時半、2時間ですよ、2時間ね。で、終わる1分前に来た人は9時半の1分前に来た、7時半に始まる会議に9時半の1分前に来た、そんな感じです。それがスペインの会議、そして日本人の10倍のボリュームで話す、そしてなかなか相手が言うことを聞かずに、自分の言うことを相手の声にかぶせて自分が相手に聞かせようとする。これに2時間耐えようと思うとかなりの忍耐が必要ですまあそういうお名遣いでした。であと今日はね、朝はねお買い物行ってないんで、皆さんにお見せするものは特にないんですが、で昨日買ってきたね、リンゴ、こんなの青リンゴ、1、2、3、4、5、6個ありますが、今朝1個食べましたから、本当は7個ありました。まあ、7個で、ちょうど小ぶりですからね、7個でだいたい1キロとして売ってました。これで 0.99 ユーロ、まあ約1ユーロですね、1ユーロで買ってきました。いつもスペインのリンゴがそういう安い値段であるわけじゃなくって、安売りだから買ってきた青リンゴでした。美味しいですよ。はい、ということで、この後これまで何度かご覧いただきましたが、前回だけスペインの祝日でね、空軍によるパレードがメンバーズハウスの真上を通るということで、そういった動画をご覧いただきましたが、またその前までご覧いただいていたマドリッドリオ公演の様子、この動画の続きを少しご覧いただきます。まあ、川を覗き込みますと、いろんなね、水鳥、まあ、カモとかサギが多いですね。まあ、それ以外にも、今ここには映ってませんが、いろんな鳥がいます。この辺りですね、アトレティコ・デ・マドリッドのサッカー像がドーンとあって、全く違った景色を作っていた場所ですけども、今完全に工事現場になってますね。これが工事が終わったら、さてまた
どういう感じになるのか、マドリッドのね、街の雰囲気が変わると思います。この辺りはこんな感じで、自転車、その他が利用するこういう舗装道路のすぐ横に、こういった感じで松の木林のような感じになったね、歩行者用の、スペースが作られています。この周りにたくさん生えている松の木も、公園が作られた頃はみんな苗木でした。細くって背の低い本当に小さな苗木でしたが、今はだんだんと立派な木らしくなって、こうやってお散歩するときに太陽を遮ってくれる影を作ってくるようになってきました。引き続きお散歩を続けていますが、今こうやってね、私が歩いている、そしてたくさんの方々が、歩行者自転車が通っている、まあ、この道路、遊歩道ですが、この真下全部、ものすごく長いトンネルになってまして、この真下を、車が、高速で走ってるわけです。マドリッドの街の周りをね、取り囲んでいるその環状線がありましてね、その環状線がもともとはこの我々が今歩いているこの地上を通っていたんですが、この公園を作るときに、この辺りのその環状線車道の分を全部地下に埋めてしまったんですね。川を挟んで、今右側に川があるんですが、川を挟んでその両サイドが、車専用のね、環状線だったんですが、どちらも完全に地下に埋められたトンネルとしてね、今も機能しています。まあ、その工事を行う時には、なんか日本からもね、その建設業の方々がいらっしゃっていたようです。はい、まだちょっと変わったね、橋が見えてきました。この橋は、こちらから渡りますとすぐに二股に分かれる感じで、上から見ると Y の字型になってる、そんな感じの橋ですね。だいぶんと人が増えてきました。日陰はね、これだけ歩いててもちょっと止まると肌寒くなってきますが、日向を歩いてるとかなり暑いです。はい、入ってみますと、この橋、まもなく前方で二手に分かれますね。右に行く人、左に行く人に分かれます。なんとなくね、この橋をこうやって右から左の橋へとこう移動するときは、もう後ろを見ながらね、後ろから自転車来ないとか来ないかとか注意しないと危ないんで、キロキロしながら歩いてますから余計カメラがぶれてしまうんですが、まあ、随分とね、川の中のこの樹木が茂ってますから、向こうの景色がほとんど見えなくなってますね。結構いい景色が見えるんですが、残念ながら、よく見えません。対岸を見てます。今この橋を渡ってきました。はい、この動画はまだもう少し続くんですけどね、まとめてご覧いただきますと、今日の動画が長すぎになってしまいますので、今回はここまでにして、あと残りあと1回ぐらいね、もしかしたら2回あるかもしれませんが、また次回にご覧いただきたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。